直也くん、よかった、来てくれ。
かったの。だけどこんなことお父さんに言いたくないし。に怒られてもいっつもかばってくれたの。優しくて大好きだったから、どうしても最後のお願い聞いてあげたかった。雪、前にお母さんが元気な時にね、お父さんに内緒で雪遊びしたことがあったの。雪合戦したり、雪うさぎ作ったり、すっごい楽しかった。お父さんにバレちゃって、すっごい怒られたけど。だから、あの時も、治ったら絶対にまた雪遊びしようねって約束したんだ。知ってる？三重菜のお山には山神様の雪があるって。山に探しに行ったんだ。はい。
ちゃいけないって言われてたけど、どうしても雪が欲しかったから。いっぱいいっぱい探したよ。そしたらね、本当に雪はあったの。私嬉しくていっぱい作って、お母さんと雪うさぎ作ろうと思ったんだけど、持ってくまでに溶けちゃって。結局見せられたのは少しだけだけど、すごく喜んでくれた。それでね、食べてみたいって言ったから食べさせてあげたの。二人で半分こして。ああ、冷たいね。あの時のと同じだねって。Thank you.
ていくかい。もちろんだ。それでは気をつけて帰りたまえ。少年、息災か？娘が倒れたそうだな。やはり時は近いか。彼女の念はますます増大している。大変興味深い。知ることは私にとって全てだ。どんな種類であろうとも知識を得られることは至上の歓喜であると言える。命などいくらでも世にあふれている。当然だ。同じ個体がないからこそ何よりも興味深い。この件に関して理解し合おうとは思わん。君も私に理解を求めるな。明日岩倉に来たまえ。詳しい話が聞きたい。来たか。では早速話を聞こう。
伝説にある雪。それを母は口にしたのか。娘はどうだ。なるほど。では原因はそれか。ギリシア神話にあるペルセフォネーという娘の話を知っているか。ペルセフォネーという娘がある日冥府の王にさらわれた。が母である大地の女神が嘆き悲しんだことにより、地上は荒れに荒れ、結局戻されることになった。ところが娘は冥府にてザクロの実を4粒食べてしまっていたので、完全に戻ることはできず、1年のうち4ヶ月だけを地下で過ごすことになった。この手の話は各地にある。異界の食べ物とはそういった現世と異界とを結んでしまう力を持っているのだ。いかにも娘と母親は雪を口にしたことにより魂が深く結びついてしまった。そして母親はかの王のように娘を冥府へ連れて行くつもりだろう。そうだ、初期は力が弱かったせいで娘に近づく者を排除することしかできなかったのだろう。だが前に言ったように念は日を置くごとに増長する。そしてついに連れて行くだけの力が備わったのだ。以前少年に結界を施したな。そのせいで少年の周囲には近づくことができず、怒り狂って村を荒らしたのだ。さてこれからどうするかだが。田島、直哉、その男から離れろ。田島、ようやく見つけたぞ、この外道。ほう、我らの旧敵、その呪われたせいに今こそ終止符を打ってくれよ。断る。私はこの少年に用がある。ふざけるな。今度は直哉を薄汚い実験とやらに使う気か。そうはさせるか。君は知らないだろうが、その男は実験と称して各地に悲劇を撒き散らしているのだ。事実だ。そ
方だ。その男は知識のためならば何でもする。貪欲な浅ましい知識の亡者だ。人の命など散りあくた同然にしか思っていない男だ。命は一瞬だが、真理は永遠だ。そもそも比べる方が間違っている。このまま放置したとて結果は目に見えている。私が知りたいのはいかにして彼女を阻止できるか、そしてその結果どうなるかだ。ゆえに私と君の目的は一致していると見ていいだろう。その男の言葉に耳を傾けてはいけない。信じようものなら利用されるのがオチだ。信じる信じないは勝手だ。だが少年、この娘が言っているように、私は知識のためならば何でもする。それがこの娘のように悲劇となることもあれば、少年の力になることもあるだろう。貴様、許さん。今は本当に凛を救う気か？救うという概念ではないが、結果としてそういうことになるだろう。可能か？可能性は常に0にはならず、100にもならない。私も手伝おう。私とて大切な人を救えると聞けば、悪魔とでも手を結ぶかもしれん。君の思いをこれ以上止めるわけにはいくまいな。だがその男が危険であることには変わりない。そばにいて見守る必要があるし、すべて終われば始末するのもやりやすかろう。
聞いたな、田島。今少しその命預けておく。だが全てが終わったら。邪魔をしなければそれでいい。さて少年、解決策を練るにはもう少し時間がいる。これで失礼するが、君の方でも調べてみるがいい。何か分かったら私を呼べ。ただ念じろ、それだけでいい。そうすれば私の方から出向く。私にはいつでも君の居場所がわかる。君に渡したものの力だ。さらばだ、少年。